このビデオは暴力を求めているわけではありません。動画は冬虫夏草を幼虫に感染させるまでの過程を撮影したものです。感受性の強い方はこの動画の視聴をお止めください。ビデオの最初の部分をご覧になった方はテレビシリーズやゲームワンオブアスに登場するキノコの菌糸を手に入れたと思いますが、そのキノコは冬虫夏草と呼ばれています昆虫に寄生する菌で、寄生された昆虫の頭から文字通り芽が出ることもある。まるで SF のような話ですが、実は今日ご覧いただくものは現実以上のものです。冬虫夏草を幼虫に蔓延させるためには覆土と腐葉土が必要で、これは別々の小包で注文しなければなりませんでした。それを1対1の割合で混ぜ合わせます。10から15センチメートル以上の厚さになるように混ぜ、冬虫夏草の菌糸のパッケージを開けて均等に広げます。お、準備した混合土の表面に塗る。送られてきた菌糸のパッケージは 100g で、菌糸 100g あたり生きた幼虫が 5、6kg 必要です。蔓延してから1週間ちょっとが経ちました。今のところ種についていたカビは全て土の中に広がり始めています。その結果をご覧ください。を10時間かけて撮影したのですが、その間によく見るとあのカビが少し伸びています。この間ゴキブリは表土を踏み固め、全ての土の角が丸くなり滑らかになった。テラリウムの壁面には結露が発生しています。テラリウム内の湿度が高いことを示しています。ところどころ地面の元にはびこる幼虫の死骸が見えることがある。菌糸が芽を出すと土がどうなるのか手持ちの顕微鏡で見てみることにしました。ここでは種についていた菌糸が体積を増やし始め、土の中に広がっていく様子を見ることができます。研究室では種子の菌糸は飢餓状態にあり、昆虫の上で発芽することができないと言われました。また一部の穀物の種子に含まれていることもあります。今冬虫夏草は逃走中です。そして彼はとっくに狩りを始めている。私たちは昆虫の侵入に有利な環境であるはずの温室効果のようなものを作り出しています。しかし湿度が高いと他の種類のカビも繁殖し、冬虫夏草のコロニーを破壊する可能性があります。地中そのものは詳しく調べてもゴキブリのことはほとんど気にしていなかったのが失敗でしたね。というのもゴキブリが走り回っていて、そのゴキブリから芽が出ているというとても不思議で不気味な状況に気づいたからです。一般に蔓延したアリの中には、例えば完全にカビに覆われていても生命の痕跡を見せることがある。まだ結論を出すには早いのですが、今日ははびこるゴキブリを顕微鏡で観察してみましょう。数匹のゴキブリが走り回っています。体に白いものが生えているものもあります。さて質問ですが、ゴキブリは自分の意思に従うのでしょうか、それともすでに冬虫夏草に支配されているのでしょうか。コメントで感想を書いてください。発芽したゴキブリのうち1匹はすでに横になってほとんど動いていなかったので、おそらくゴキブリが死んだ後引く本格的な発芽が始まるのだろう。あとは呼吸器をつけてなるべく空気の振動を与えないようにそっとテラリウムを開けなければなりません。そしてピンセットを使ってはびこる幼虫の死骸と背中から何かが芽吹いたゴキブリを取り出します。これを見てテラリウムを開ける気にはなりませんでしたが、この動画へのいいねのために開けることにします。なぜならはびこる昆虫を顕微鏡で見てみたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。個人的にはゴキブリが何かに変異したかのような、そんないでたちのゴキブリを見ると不思議な気持ちになります。冬虫夏草は世界に何百種類もあり、あるものは虫、あるものは青虫、蝶のさなぎ、ハエ、マルハナバチ、アリとそれぞれが自分の獲物を選びます。捕食性のキノコはたくさんありますが、冬虫夏草も例外ではありません。例えば土の中に自分の菌のループを編み込むキノコがあります。を投げ縄のように使って線虫などの小さな虫を捕まえて食べます。一般的なヒラタケでもこんなことができるんですね。その菌が木の幹から顔を出すところで小さな輪を作り、ゆっくり這う昆虫を捕らえる。しかし冬虫夏草の中には遠くから忍び寄る昆虫を感知して胞子を発射するなど積極的に狩りをするものもあります。
この昆虫を顕微鏡で見て、私自身は間違いなく感染していると思うのですが、皆さんはどう思われますか？前回の動画もおすすめに入れたので、今回もおすすめに入れるように、簡単なコメントでもいいので残してください。あなたのために、私は頑張っているのですから。そして、動画のパート3は必ず公開します。以上、皆さんバイバイ、でした。